金額がめちゃめちゃ上がってる。ワイルくんさん、ワイロくんさん、さかなくんさんみたいな。行ききらんか。お、来た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 。どうだ。ああ、まだ大台には乗らず。あ、でも味ワンランク上がるんじゃない。上がりましたね。完璧ですね。 SS になってたな今。うん、あ、どんどん伸びる。チーズばっかり掘り込もう。マジで俺たちハンバーグレストランまげやかになったな。お、来た来た。 あの時の出会いが全てだった。もうちょっと早くに出会えてたらもっと楽だったな。10年かかったわけだからな。10年間の下積みを経て。なんか店員さん、うちの店員さんアホやな、みんなな。こんな大回りしてここのテーブル行くかね。お、帰るよ。100点でした。やりましたね。100点出ましたよ。あとは順位だけか。まあでも Y6 以外にも来るんだろうな。かな。みかん箱しばきますぞ。いや、もうおっさんですよ、あだちゃん。あ、それはそうなんだけど。な、寸止め。9800円。なあ、もうちょいや。あ、お、こんなん言われたで。初めて言われたな。いや、なんか、いや、もう終わりみたいな感じで言うてますけど。まだ100なってないからよ。お互い疲れてるな、今日。まあ、待つだけはもうね、何も言うことがないし、眠いし、という、あれやね、あの、ラーメン屋の最後の一年を思い出すな。はいはい。最後はだれるな。ハンバーガー屋ぐらいじゃね、最後まで忙しかったの。ハンバーガー、まああれはだってその期間を待たずしてクリアしたからな。うん、早かったもんね。まあラーメン屋もそうだけどさ。まあでも今回に関しては終わってはないのよ、まあ、1位取れてないから。そうやね。でもそれを待つまでにやれることが少ないから。これはちょっとゲーム、金箔ゲームのっていうところがあると思うけど。今金箔拾いましたよ。たぶんあるか。金箔拾いましたよ、2個も。デパートで。金沢だっけか、金箔は有名なの。そうやったっけ。メニューや。今さらお味噌する金箔なんやねんやろ。ちょっと失敗しやがったし。あ、お金ほんまに上がらへんわ。かすみてえな、上がり幅。じゃあ本当にハンバーグはもうちょっとおしまいってことでいいか。じゃあかもね。おさまランチに全振りすっか。おさまランチに金箔乗せるか。あ、いいんじゃない。やった、量は足りないですね。あと頭悪すぎる。もう全部のくだり頭悪い今。何したら上がんの。やっぱチーズ、チーズ強いな。ここに来てチーズゲーになったやん。あ、でも金箔乗せた方がいいのはいいんか。ボリュームは1下がるけど、こっちの方がいいな。いっか。ほんまにハンバーグは終わったな。多分。そう言われちゃしょうがないなって感じだな。そうこうしてる間に、15年目の2月。な。ラスト1年。
レシピや。炭火焼肉。あ、これいいやん。なんで鍋から。びちゃびちゃやないか。どういうこと。どんどん上がっていく。もう野となれ山となれって感じだな。だいぶな。まさら感がある。もう調理してるやつら別にええやろぐらいの感覚やな。もうプルプルコラーゲン大会。何それ。プルプルコラーゲン大会。何やねんそれ。頭おかしいんか。しかも持ってきたんか家元っていうな。どうしよう、俺たちが作ってきたメニューのせいでみんなの頭が悪くなってきちゃうんじゃないの。プルプルコラーゲン大会を開催します。イエーイ。うわアホやね。もうしまいよ。もうあかんわ。世も末。もうひどい。ああ鍋奉行育成。ラーメンの時は宗教エンドだったけど、今回はコラーゲンエンドです。バカコラーゲンエンド。失敗してるし。久しぶりにコロッケを手に入れたで、今さら食いようがない。大丈夫、まだプルプルコラーゲン大会がある。あれ今失敗したの何だった。何だっけ、鍋奉行育成会みたいなやつ。ああ、そら失敗するらどうでもいいもん。すげえすげえこれ。いや、気にしなくて良くなったとはいえ、仕入れ値がえげつらいな。あ、次焼肉作るわ。さすがに。あ、忘れとった。さすがにの意味が分かんないけど、いいけど。さすがに。お誕生日割引。はいはい。プルプルコラーゲン大会が始まってるっちゅうのに、アメちゃんがおらんやんけ。アメちゃんさんはそのうち出てくるよ。選手としてプルプルコラーゲン大会。プルプル。そうなったら俺はもうあいつのことを軽蔑するね。プルプニストとして出てくるよ。言いづら。プルプリンストけえへんで。あ、今大会中だから。調整してんのよ。調整してんの。うわ、すごい速さで歩き出した。緑色アフロ。速い。3倍ぐらいのスピードで歩いてる。速や。普通の常人の。さすがの芸人やな。マーゲンジローの時に見かけたコメディアンよりは面白いな。そうやな。足が速いというだけで。マーゲンジローのコメディアンなんか面白いもんね。今さらビール、プルプルコラーゲン大会があったのにビール試飲会なんか普通すぎるんじゃよ。試飲会だって。霊媒師、霊媒師、霊やん。霊そのもの。霊媒師の霊。怖いって。うちの店もおかしいって。キチガイエンドやん。開催されたね、プルプルコラーゲン。お、なんか知らんけど成功だ。なんか知らんけど成功してるで。お店への効果なんやろな。わからん。カルボナーラ来た。パスゲッティの種類多いな。コラーゲン関係ないやないか。ほんまやな。肉とか魚でなんかとかならまだしも。鼻
入ってねえじゃねえか、カルボナロって。卵があるわ。阿部ちゃんに見てほしかったな、プルプルコーラーゲン大会。失敗してるし。焼きうどんできた。ニューヨークとりあえず行くわ。ニューヨークへ行きたいか。とりあえず行っちゃっていいのか、ニューヨーク。そんな簡単に行っていいのか。早速金箔拾ったの。キャビア。あ、出た。62万拾ってる。絶対に警察に出せ。持って行けよな。いくら、いくら？いくら、ありそうでなかったな。ね。48万。いくら？でもそういうのって、それこそさ、その、高級市場とかで拾うもんじゃねえのか。ね、外国じゃないといくらはございません。そんなことはねえ。焼きそば？まずそばって何よ。そばないね。和食。和食はこれだね。そば自体がないよね。ないない。見たことない。言われてみればだけどね。そうやな。うどんは確かにあったし。そうやな。そば、うどんラーメンあってそばないの確かにおかしいわな。そばあったでも天ぷらあるんちゃう。確かに。あ、少し金を使ったけど、2700万。お。招いてくれってよ。おぉ、こっち。味は全然上がんねえ。ステータスが S いってほしいなぁ。その。あ、値段以外で。キャビアとかあったな。ああ。いいじゃないですか。あ、しかもキャビアは賢いみたいで。キャビアが賢いっていうバカの発想な。賢いんじゃねえ。高えんだ。キャビアは賢いみたい。あ、違うわ。何作ろうと思ってたんだっけ。なんか別の作ろうとしてなかったっけ。焼肉や。ハンバーグに耳焼き肉な。ハンバーグじゃない。こそっともうワイロ君誰と一緒に来てるのこれ。研究生と一緒に来てるやん。研究生に作ってもらったんだ。あ、またこれ石油王が新社会人を連れて。やばい。ちょっと待って。霊媒師外国人やねんけど。外国？まあ確かにあのこの世ではないという 国じゃないだろう。そう、この、まあ、よ黄泉のってこと。そうそうそう、黄泉の国から来るから。むちゃくちゃやで、もう氷すぎるだろ。今来た。はい、終わっといたらよかったかい。毎度。はい。えらいことになってるよ。終わるとこだったかい。これでも多分閉店まで持たないですよ、これ。アメちゃんが眠って、アメちゃんじゃない。ゆきちゃんが眠そうなんだよ。あ、あとピエロがあのお店に入りました。あ、ブソ。変わりは姿に。ピエロが入ったっていうか、接客系 の最終ジョブがこれだった。いや、最終じゃないって、最終ですって言われてないもん、こっちは。焼肉屋もやれるのか。焼肉屋もやれる。で、ピエロ最終教官になったらなんか俺言われそうな気するよ。かな。それはそれで嫌やな。あ、焼肉は絶対強くなる。で、1日の売り上げがすごいことになってるよ。330、260?あ、焼肉強化しやすそうやな、これ。これよろしいな。とりあえず何だろうも焼いたら食えるからな。おい、金箔ってどういうことだ。拾った。最近いっぱい拾うようになりました。なんかすごいことになってない。なんかキノコみたいになっとるやん。な。キャビアも焼けるぞ。網からすり抜けていくだろ。いくらも
頭脳にいい影響はないです。カイロ教育は6。あ、フォアグラ出た、とうとう。とうとうフォアグラ出ましたね。じゃあ例の最強、おそらく最強メニュー作れんのか。あれ最強メニューってさ、キャビアフォアグラともう一個。キャビアフォアグラ、いや、キャビアフォアグラか。あとさ、フカヒレスープがいいんだよ。焼肉を今開発中やった。焼肉を開発中って何？火の発見ぐらいまで文明遡るかい。言葉喋れるレベルじゃないレベルやんかそれ。あ、ホールスタッフええやつ来たやんか。満腹ディス。欲しかったな、欲しかったな。もうこんだけ稼いだら札束で芝居て雇えるな、特別な人。そう、でもさっきから何回か失敗してる。そうなの？そうなの。今日の始まりに、雇用しようかっていう話になったんですけど、で、何回かスカウトもしようとしたんですけど、うまくいかなくて。そうなの。まあ結局、いくらお金があってもとりあえず採用はしないという方向になりました。じゃあこれをラストで。めっちゃすごいこいつ。5万円ぐらいだったら出してもいいか？じゃね、うん、だってもう出してるし。ポンポン。あれ金でなびかなくなった。一時金って7万ですね。時給月給アップが2万になってるプラス。もう1個ぐらいいくか。上がらん。背中に当たってしまいました。なんやねんそれ。高い。15万か。年間120万円の人やこれ。やばいや。80じゃないか。しずくさん15万円。かける12でしょ。うん。うん。あ。計算できんくなってるな。そうやな。180万か。はい。だから言ったじゃないか。正解。ダメだ。どういうこと？俺は疲れてるし、ジョンさんは酔っ払ってる。もうバラすなよ。飲んどんのか。飲んでます。進行形です。うん、ING。閉まるな。あうち。なんかミルクさ、えらい下がったの。だおやおや。すんごい上げ幅。こっつ。金箔は、上げ幅すごいな。なんか、エイみたいな形になってる。マイプッシュだ。なあ。ちょっとそこを伸ばしたいんやけどな。なかなか伸びんな、そこ。これでっか。まあ、金箔とか多分、あ、フォアグラを置くの忘れてた。よし、じゃあこれで今日は終わりますか。うん、はい、お疲れ様でした。やばいね、外国人の顔ぶれ見て、マフィアおるわ、奇跡 UFO おるわ、コアラおるわ、霊媒師おる、今ヒーローっていうのに気づいた。こんなんおった。さっきまでおらんかった。ヒーロー外国人かみたいな。まあ、なんとかマンは他の星から来てるからな。それを外国って言っていいのか。レイがいる時点でもうなんともありだよ。まあ確かにいいですね。どんどん上がるな。 SS。 いや俺ね、これにね、ちょっとさっき拾ったね、フォアグラを置きたかったんだね。え、微妙だよ。なんで微妙なの。縮んだよ。細くなったな。先っちょなくなったよ。頭悪くなって見栄えは良くなったけど、まあ、ボリュームは
しゃあないとしても、頭落ちたで。ええねんけどさ、香りがゼロになったわ。え、もろこしい匂いやろ。金箔のせいか。だいたい金箔食材と、おーどどどどどど。ええやん。行こうぜ。タケノコでええか。もろこしももうちょっと見ようぜ。どうせなら。お、いやでも、全体100のところが減るの嫌じゃない？お、ロトト、これいいかもな。これでいっか。これでいこう。いけ。さあ、焼肉がいよいよハンバーグ超えになるか。あ。最後、レンチャンで失敗しやがった。な。上がらん。あれ、あれ、何も上がらん。あれ、あれ、あれ、ふざけやがって。ベジータ。やめて、ちょっとなんか恥ずかしくなるから。真似したわけじゃないのに真似したことにされるから。うん、これでいくか。だけどこっちいい。タケノコチーズ。これの研究の結果見たら終わろうか。オッケー。研究の結果ってだいぶかかんじゃねえの。うん、あと2月でしょ。うん、ほんなら12月終わってしまうやん。ゆきちゃんの言う終わらせんなよがリアルに終わってしまうかもしれん。あ、1月発表ランキングじゃないのかな。多分15年目が終わって16年目に入るやろ、そこで。そっか。ということで、じゃあ止めよう。今日の夜までは見てもいいよ。まあええかも。じゃあ一旦ここで終わります。はい、ということでまた明日。はいはいはい。お疲れ様でした。お疲れさんでした。